私は狂おしいほど愛してきた。何故に人は愛するのか。異様だ。世界にただ一つのことを見、理性はただ一つのことを覚え、心はただ一つのことを望み、唇はただ一つの名を呼ぶとは、その名は魂に溢れる泉の水のよう、唇に込み上げ、呼び、繰り返し呼び、休む間もなくつぶやく、いずこにても簡単なく祈りを捧げるように、